はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は以前からもご紹介していました、僕が開発しましたミュージックビデオを作る時の歌詞字幕、これをとっても便利に入れれるソフト、そしてブリューを使って動画を作成するという一連の流れをしっかりお話ししたいと思います。ですから楽曲1曲、約2分ちょっとの曲ですけれども、その曲を削ることなく皆さんにお伝えしたいと思いますので、よく見ていただいてご自分のミュージックビデオの制作にうまくご利用してください。僕の開発したソフトは全て無料で使えますし、ブラウザーで動くソフトですので Mac とか Windows とか関係なく使っていただけますので、ぜひご利用ください。簡単にだけもう一度復習のようにご説明をします。これはファイル選択から音楽ファイルを選択します。そうしまして今度は歌詞のファイル、これを読み込みます。この歌詞のファイルはちょっと中身をお見せしますけれども、メモ帳でこんな感じに作っています。はい、たまたまこれはひらがなです。子供向けのソングですのでほぼひらがなで書いていますけれども、まあ皆さんの歌詞はかな漢字混じりの歌詞だと思いますけれども、まあいいところで一行開業してですね、そしてこのようにつなげていきます。できたら1番と2番というのは隙間を入れないでこのようにずっと続けて書けばいいと思います。ということでこのテキストファイルを読み込みます。するとこんな風に各行が一つずつボタンのような働きをして、これで指定をしていきます。音楽を流しながら、ここでいいと思ったところでマウスをクリックして、そしてここで終わろうと思ったところでマウスを離します。ちょっと先頭だけやってみます。このようにしてですね、どん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 歌詞が上がってきますので、マウスは同じ位置でこのようにして押して、ここで終わろうと思う時にマウスを離します。この繰り返しをやります。じゃあもう一度最初からしますので、ブラウザーを更新します。そしてファイルを読み込みます。まず音源ファイル、 WAV でも MP3 でも大丈夫です。そして歌詞を読み込みます。じゃあスタートします。
はい、こんな感じですね。一回も失敗はなかったですけれども、もし失敗があった時もやり直しができます。例えばこの最後の2行がタイミングが悪かったとします。そうしましたら、ここに訂正というボタンがありますので、これを選んだら5秒前からスタートします。ですからその部分をやり直せばいいことになります。ちょっとやってみましょう。こんな感じに修正もできます。そしてチェック再生というのもできます。ちょっと先頭から見てみましょう。チェック再生を押すとラインが自動的に上がっていって、いいタイミングでピュッと上がるかをチェックできます。はい、このようにしてですね、最後までチェックをしてください。そしてですね、今回はまあカラオケのように歌ってもらったりすることもということを考えて、先読みの秒を設定します。0.5 秒ぐらい前から歌詞が出るようにしようと思っていますので、ここで500、このぐらいにします。これで 0.5 秒ぐらい早く歌詞が出るようになります。このようにしまして、エキスポート。これをします。同じホルダーに、準備バンタンタン。このようにして保存をします。この作業はここまでです。今度はブリューを立ち上げます。はい。先ほどから作業していたホルダーがこれです。まず、この音楽をブリューに読み込みさせます。はい、新しいプロジェクトを作成します。そして動画を読み込むとき、動画じゃないですけれども、今は音声ファイルですが、音声を分析しないというふうにしておきます。これで確認をします。このようにして音楽が読み込まれますが、字幕はありません。これをどのようにすればいいかというとですね、字幕メニューを選択しまして、字幕ファイルを読み込む。これをやります。すると、このような画面が出てきますので、ファイル添付を選択しまして、さっき書き出ししました準備万端端の SRT、字幕ファイルを読み込みます。そしてインポートします。これでちゃんと文字が出てきました。ここに動画をつけていきます。挿入メニューからテキストで画像を生成というのをやりますと、このような画面になります。準備万端端、準備万端端とありますが、これ意味がないですから、どんな画像が出るかは全くわかりません。ここで結果を見るを押します。なんか準備しているような画像が出てきましたね。全く意味がありません。ちょっとこちらの方を見てみましょう。じゃあ、この絵を選びましょう。無意味ですが、こういうふうに選んでおきます。最初、準備万端端がたくさんありますので、ここまで選択します。次は、コケコッコというのがあるので、ここでやってみましょう。はい、じゃあこれ選択します。次、おはよう朝だよさあ起きて、今日も一日楽しくなるど。このところをやりましょう。この時計のマーク、もしくはイラストっぽいの、どうしましょう。まあ、時計のマークにします。そして、ここまでいきます。
太鼓がっていうのがありますので、次は太鼓。じゃあこの太鼓。朝ごはん、お着替え。朝ごはんで出しましょう。歯磨き、トイレ、これやりましょう。はい、こんな犬の歯磨き、これを入れましょう。忘れ物はもうないというので探します。歌詞の内容からすると、本当はもっと可愛い子供用のものを作りたいわけですけれども、今日はですね、そこらは割愛しながらさせていただいています。じゃあこれ、また準備万端端が来ましたので、同じ絵を使います。コピー。時間だ GO というのをやりましょう。砂時計をやります。おやすみ、夜だよ、さあ寝よう。はい、これにします。今日も一日頑張った。また太鼓ですが、先ほどと違う太鼓を入れてみましょう。次はお風呂、お着替え。まあこの水遊びにしてみましょう。歯磨き、トイレ、先ほどもありましたね。だんだんまぶたが閉じるよ。今度は準備万端端。少し変えましょう。まあ関係ないですけれども、こんなやつもいいじゃないでしょうか。最後です。はい、全部入れ終わりましたが、一番初めですね、入れれてないですので、これを一番上まで、はい、このようにします。途中でも申し上げましたように、今回は絵がどんなものがいいかとかじっくりは考えていません。もしご自分の持っている画像、それらがありましたらですね、それを入れてみるということもできるわけです。イラストを一つ入れてみましょう。フリーのイラストを探します。はい、これを使ってみましょう。名前をつけて画像を保存します。
はい、ここに保存します。そうしまして、ブリューの画像というのを選びますと、右にこういうふうになりますので、読み込んだ画像ですね、それをドラッグアンドドロップします。このようにすると、ここにマイ素材として入りますので、これを入れ替えたいと思います。一旦これを削除します。そしてこれを入れます。はい、こんな感じにしまして、この絵をですね、最初の方まで、ここまでですね、この絵を使います。ずっと止まってては面白くないので、効果をつけます。横にこんな感じにしたいと思います。そしてちょっと字幕を変えてみます。すべてを選択しておきまして、字幕の書式、ここでですね、複数のクリップとなっています。これで輪郭を赤くします。そして中の字を真っ白にします。もう少しこの輪郭に対して太さを細めにします。文字をもう少しだけ大きくします。そして位置を下の方に持ってきます。タイトルをちょっと一番最初のクリップにつけておきましょう。デザインテキスト、はい、これでもう少し大きくしておきます。 200%、色が青色、こんな感じでやりたいと思います。皆さんどうでしたでしょうか。今回は子ども向けの楽曲でしたので、いい素材というのがテキストで画像生成というブリューについた機能でやるには少し無理もありました。そして時間の都合上ですね、プロンプトをしっかり入れていません。ですから本来はテキストで生成とした時に、ここのところでなるべくイラストでとか、このように選んでおいて、そしてカラーの傾向、そういうものを選ぶことによって、可愛い画像というのを出してくることができるようになると思います。例えば、おいしいお菓子子供とか、このように
一個一個きっちり入れればですね、ここで結果を見るというのを押しまして、しばらく待ちますと、右の方にもキュートな絵が出てきますよね。そしてまあこういうようなかわいいイラストを利用することができますので、こういうものを入れてもいいわけです。このようにもう一手間だけ加えれば、画像をうまく選べれると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。今まではいろんなところで画像を拾い集めてきたりとか、それが結構大変でしたけれども、まあこの中で8割型の画像は作れますし、まあ足らない部分だけはフリー素材などを探しに行っていただいてですね、入れ替えてもらう、そういうことをやればより楽しい動画が作れることでしょう。最初にやりました、僕が開発しました SRT ファイル、いわゆる字幕ファイルをタイミングよく入れる、音楽の歌詞としてタイミングを合わせる、この無料ウェブアプリがありますので、きっちりしたタイミングで歌詞字幕が入れれますので、ぜひとも使ってみてください。村長スタジオでした。